遠藤康人の異次元すぎるパスがこちら。さすがやっとさん、視野広すぎだろ。あんなとこよく見てるな。絶対上から見てるだろ。味方の動きとパス合わせると鏡だろ。あえてグラウンダーで出す発想が天才。まさかそこ通されるとは思わんもんな。あんなところからスルーパス来るなんて思わんわ。普通あの足の振りのコンパクトさで長い距離を正確にパスできる技術はマジでワールドクラス、なんなら世界でも数えるくらいの凄さ。ラフィーニャがトラップする頃にはボールの勢いがなくなって足元にピタッと止まってる。すごいゲームかと思うほどのパス精度だな。遠藤の本に書いてあった、例えば公園にいてブランコが動いてるみたいなことも気づけるように普段から周りを見ろってのを続けてる。今の日本代表にこれできる選手おらん。遠藤選手ほどの選手は今後なかなか出てこないだろうから、当たり前といえば当たり前だね。本当に遠藤選手のプレーをタイムリーで見続けることができる自分たちは幸せだなと思う。遠藤はこのパスについて、ラフィーニャが欲しそうな顔してたんで、と述べています。これが本当のイーグルアイ。